最後の迅速飛鳥も揃ったようだな。第一ラウンドの試合はこれで終了だ。第二ラウンドも引き続き頑張ってくれ。解散。アルハイゼンさん、相変わらず締めの挨拶が急だね。ニーロ、君もこういうスタイルを取ればより自由に生きられると思うよ。ちょっと待った、1位と2位は誰だったんだ。1位はティナリさんだよ。2位はまだ相談中なの。おいアルハイゼン、いい方法を思いついたぞ。2位は2ポイント獲得できるんだろ。僕とファルザン先輩で1ポイントずつ分ければいいじゃないか。君の想像力には感服せざるを得ない。だがトーナメントのマニュアルには初めから最後に至るまでそんなルールはない。なら今付け加える。そんなことを俺がやるとでも。僕の優勝を邪魔したいのか。その甘い考えを書面でトーナメント委員会に提出してみるといい。3営業日以内に返事がもらえるだろう。いくらなんでも遅すぎる。仕方ないだろ、夢を見るにも時間は必要だ。そっか、2匹目の迅速飛鳥はカーベとファルザンが同時に見つけたんだな。でも試合のルールじゃ1人しかポイントがもらえないんだ。仕方ないの。わしを敬って先輩と呼び、謙虚にアドバイスをもらいに来た過去に免じて、今回のポイントはお前に譲ろう。じゃあポイントはカーベさんにつけるね。いやダメだ、僕がポイントを取ったらファルザン先輩の功績が全てなくなってしまうじゃないか。たとえ先輩がいいと言っても僕は平然と受け入れられない。わしは気にしておらんぞ。まだ2試合も残っておるんじゃ。1試合目を逃したところで構わん。じゃがそんなにこだわるのであればわしもいい方法を思いついておる。くじ引きで決めるのはどうじゃ。くじか。何か問題があるか。いや、その方法でいきましょう。じゃあくじ引きに使う紙を用意してくるね。ちょっと待ってて。はあ、本当にもう。すまんな後輩、どうやら運はわしを味方してくれたようじゃ。これは先輩が受け取るのが当然です。僕はただ自分の運の悪さを嘆いているんだ。はあ、これだから普段の生活でもいろいろと悩みが絶えないんだろう。確かに運が悪いくせにくじ引きで勝負を決めてもいいというものはそういないだろうな。君なんかに何がわかる。僕はただ。弁論は後で聞こう。ポイントはファルさんにつける。これで第一ラウンドの試合は終わりだ。第二ラウンドの試合は砂漠で行われる。その際は俺たち評論席側の者もアール村に移動する。時間になったらアール村で集合しよう。第二ラウンドの内容はその時に説明する。それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。それでは。アルハイゼン。カーベさん、あんまり落ち込まないで。ため息をつくと運気が逃げちゃうよ。そうなのか。じゃあ深呼吸をしたら失った運気を取り戻せるな。大したことじゃない。次のラウンドは必ず勝ってみせるから、しっかり見ててくれ。どうやら立ち直れたようじゃな。じゃが砂漠はわしの知り尽くした場所じゃ。わしに負けぬよう頑張るんじゃぞ。大丈夫です、僕も砂漠は初めてじゃない。さて話はここまでにしよう。さっさと行ってあっちの環境に慣れておかないと。今のところティナリが1位でファルザンが2位、レイラが3位だよな。次の試合が始まるまでは一息つけるみたいだな。まずはどこから回ればいいんだろう。
お二人ともお悩みのようですね。学院祭をどこから回ればいいか決められないのでしたら、いいアドバイスがありますよ。我らが会長に聞いてみるのはどうです？ん？会長って誰だ？オイラたちも知ってるやつか？もちろん、スメールで一番有名な商人、誰一人知らぬ者はいないストーリーだったのか。はい、会長の使いで。ただの布で演出に使うもの。とにかくどこにでもある布だから。ごめん、道具を作るのに集中しないと。変わったやつだな。まあいいや。やあ、あなたたちも打ち上げに参加しに来たんだろう。私はリカード。ネガールと同じくここの道具係だ。あと掃除とかの雑務もやってる。シアターで遊んでるのはうちの子ソリンとエイブだ。あなたたちの邪魔をしてなきゃいいんだけどね。あの子たちはお祝いってなるといつもあんな風にはしゃぎ回るんだ。そうだね、私はここの人たちに世話になってる。仕事はあるし、給料も滞納したことがない。それにニーローたちがよく子供と遊んでくれる。今の私には十分すぎる環境だ。その言い方だと過去に何かあったのか。いや、気にしなくていい。もう昔のことだからな。実は私も夫も冒険者だったんだけど、彼は事故で亡くなってね。物質的な問題はいずれ乗り越えられる。だが私はただ生きるだけの人生を歩むことになった。幸いそんな私にズバイルさんが手を差し伸べてくれたんだ。ここの雰囲気は穏やかだし寛容で気に入ってる。ごめん、悲しいことを思い出させちゃったな。平気さ、私ももう気にしてない。打ち上げが始まったら私の言った雰囲気を実際に感じられると思うよ。お、ニーロー、ニーローが戻ってきたぞ。そろそろ打ち上げが始まるだろうし、ニーローのところ。お待たせ、打ち上げの準備が終わったよ。みんなに集まってもらって始めよっか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。オイラ
ーたちもプレゼントを用意しておけばよかったな。今は見てることしかできないな。やっぱりやめよう。上手にできなかったし、みんな気に入ってくれないかも。そんなこと言わないで。約束したでしょ、みんなにサプライズプレゼントを届けるって。これまでこういった打ち上げに参加したことがなかったし、今回はいい機会だよ。みんなきっとあなたのことを歓迎してくれるから。やっぱ無理だよ。大丈夫だから心配しないで。とにかくまずは自分にチャンスを与えないと。ほら、一歩前に踏み出そう。ここにあなたを怖がらせるような人はいない。そうでしょ？うん。よし、私が背中を押してあげる。みんな注文。ちょっと待って、まだ準備できてないって言った。ゆっくりでいいよ、緊張しないで。まずは深呼吸して、落ち着いて自分のやりたいことをみんなに伝えれば大丈夫。もしここで言わなかったら、今まで一生懸命練習してきた刺繍が台無しになっちゃうよ。でもこんなのプレゼントして本当にいいの？上手にできなかったのに。なるほど、イナヤはさっき道具を作ってるって言ってたけど、本当は今日のプレゼントを準備して。ああ、ここにまだ馴染んでないみたいだ。ニーローはその手助けをしてるっぽいな。実は打ち上げを始める前にイナヤが特別なプレゼントを用意してくれたの。今からみんなに配るね。やったー、イナヤ姉ちゃんからのプレゼント。そういうの初めてだよね。静かに、君たちが騒ぐと彼女が余計に緊張してしまう。時間をかけて準備したんだろ、それなら自信を持っていい。何も怯える必要はない。頑張れ。ズバイルさんはいるか？シェイクズバイル、教令員からの緊急通知だ。即刻打ち上げなんてものは中止してもらおう。こいつずいぶん態度が荒っぽいな。ズバイルシアターは長い間教令員の命令に背いてきた。故にシアターの取り壊しが決まった。ここの責任者であるお前は30日以内に営業を停止し、従業員を解雇せよ。その後教令員へ行き処罰を受けることになる。どうして、なんでこんな突然。お嬢さん、これまでも警告はしてきたはずだ。以前話を聞いた時には取り壊しのことなど言っていなかった。だがそれを突然30日の期限を設けるなど。これから公演の予定もある。30日では何もできやしない。お客さんと従業員たちにどう説明すればいい。それは俺が考えるべきことではないな、ズバイルさん。そこまでちゃんと考えられるのなら、なぜ事前に準備をしてこなかったのかを反省すべきだ。取り壊し？もともと教令員が私たちに抱いている印象って良くないんだ。前にも何度かここに来て、公演の質をもっと高めて、より知的な劇を演じろって言われたことがあってね。でも私たちの観客は教令員の人じゃなくてグランドバザールの人たちでしょ。その内容が分かりにくいものだったり、身の回りの生活に関係ないものだったりしたら、見に来てくれる人もいなくなっちゃう。もしそんなことをしたら、私たちは生きていけなくなる。それに、うん、私たちにとってシアターはとても大切なものだからね。こいつらのやり方ってちょっと勝手すぎないか。でもどうすれば彼らを止められるのか。こちらに一から説明する気はない。時間がないというのなら、あれこれ聞くのではなく、さっさと要求通り動いた方がいいぞ。俺たちがそれを受け入れるつもりはない。むしろこういったことを突然知らせるのは規定にそぐわないはずだ。誰に聞こうとも答えは同じ。俺たちは十分伝えたはずだ。もういい、
嫌がらせをするにも程があるでしょ、お父さん。お父さん？え、こいつって稲谷のお父さんなのか。教令員のことを口にしてるけど、結局はお父さんがここを嫌いなだけでしょ。教令員の権力で私たちを脅してるだけじゃない。言っておくけど、たとえお父さんがここを取り壊しても何も変わらない。お父さんがひどいってことは知ってた。でもまさかここまで卑怯だな。俺はただ公務を執行しているだけだ。お前がどこにいようと何をしようと関係ない。それにお前が何を考えているかもな。お前たちがどうしようもない愚かなものでないことを願おう。これ以上私の口から言わせないでくれ。さっさと片付けて営業停止の準備に取り掛かるんだな。確かに残念なことだが仕方がない。今日はこれでお開きにしよう。みんな片付けてくれ。明日また話し合いをしてくる。まったくこのような不良の災難が一番厄介だ。あいつの口ぶりからすると、教練員から何度も警告を受けてたのか。うん、そうなんだ。彼らからすると私たちって浅はかみたいだから。スメールで知恵はとても崇高なものなの。でも彼らが求めている知恵の中に芸術はない。ただそれだけでシアターを取り壊すなんてことにはならないと思うんだけど。イナヤが家出した後、私が彼女ズバイルシアターまで連れてきたんだ。彼女は家のことをほとんど口にしなかったけど、家族と喧嘩したってことだけは。まさかこんな形で爆発するなんて。お前たちは何も悪いことをしてないんだし。ナヒーダって、クラクサナリデビ様に。このことを知ったらあいつはきっと手伝ってくれるはずだ。教令員のやつらがいくらすごくても、クラクサナリデビの言うことを断るなんてできないだろう。ううん、あの方の力を疑っているわけじゃないの。ただ少し大げさかなと思って。こんなことでクラクサナリデビ様に迷惑をかけられないよ。それにもし神様の力を借りたら、なんというか私たちも正当ではなくなるような気がするの。それもそうだな。それならあいつらのことなんか恐れずに、いっそ正面からぶつかってやろうぜ。それもそうだな。私も解決策を考えてみるよ。そうしないとみんないつまでも怯え続けることになるもんね。どうしよう。表向きは公演を中止するふりをして、実際は他の場所でこっそり行うとか、それかお客さんたちの中から協力してくれる人を探すとか。討論？うん、確かに学者は問題を議論するのが好きだけど。そうだ、もし稲谷のお父さんに教令員の見解が間違ってるって証明できれば、シアターを取り壊す理由もなくなるよな。そっか、討論で彼に勝つってわけだね。うん、いい方法だと思うよ。でも私たちの中に学者に反論できる人なんているのか。え、無理無理無理、討論をするなんて
私にはできないよ。お前が今こんなに悩んでるってことは本当にここを守りたいってことだ。私にとってもここにいるみんなにとってもシアターはかけがえのないものだけど、でもそんな重たい責任を本当に私が背負えるのかな。オイラも協力するぞ。しっかり準備すればきっと自信もついてくるはずだぜ。自分を信じろ。ありがとう。よし、決めた。上手にやれないかもしれないけど、うん、応援してるぜ。早速戻ってこのことをみんなに伝えよう。討論で強霊院の奴らに勝とうなんて、卵を持って石を打つようなもんだ。でも君たちが試そうというのなら俺も止めはせん。そもそもこれ以上悪くなることもないからな。そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが彼らに一番欠けているものでしょ。むしろ思いがけない結果をもたらすんじゃない？ああ、俺も賛成しよう。ロマンある考えだ。劇の世界において弱者が強者に勝つ物語は欠かせ。でもそれってあくまで劇の話で、現実世界じゃありえないだろう。あ、別にニーローを支持しないってわけじゃないぞ。手が必要なら遠慮せず言ってくれ。何もせずただシアターが取り壊されるのを見るよりはマシだ。私も協力するよ。強霊院の人たちに私たちの闘志を見せてやろう。みんなありがとう。みんなの応援のおかげで私もだいぶ水を差すつもりはないけど、お父さんはそう簡単に打ち負かせる人じゃないよ。あの人は博識で論理的でとても厳格だから、討論で勝つのはかなり難しいと思う。みんなだって分かってるでしょ。でもニーローのやる気をそぎたくないから口にしないだけ。結局さ、これって彼女を傷つけることになるんじゃない？やめるんだ、イナヤ。あ、ごめんなさい、空気を悪くして。私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。そうだぞ。うん、あなたの言う通りだよ。私たちの相手は強霊院。その手強さは誰だって分かってる。期待しないことの方が普通かもしれない。それでも私はやってみたいの。もしこのままズバイルシアターと別れを告げるなんてことになったら、後悔してもしきれないから。私だけじゃなく他のみんなもそう思ってるって信じてる。悔しいなら声を揃えてちゃんと言わなきゃ。言うべきことを全部言って、やるべきことを全部した後、たとえ望む結果が出なかったとしても未来に悔いは残らないから。だって私たちがつかめるのは今この瞬間の選択だけだもん。それは分かってる。悔しさも怒りも私だってこれ以上ないくらい感じてる。なら討論の場を設けたいってことあなたのお父さんに伝えてくれないかな。家族と連絡する方法はあるはずだよね。うん、あるけど。それじゃあお願い。私討論なんて一度もしたことないから、正直今も自信はないんだけど、でもやると決めたからにはちゃんと準備するつもりだよ。みんなの意見を集めて討論の場でまとめてぶつけてみる。私一人の知識じゃあなたのお父さんには勝てないけど、シアターのみんなの知識を集めればそうとも限らないでしょ。うん、そうだそうだ。に悪いやつなんて倒そう。あいつに痛い目を合わせてやろうぜ。別に
喧嘩をしに行くわけじゃないんだよ。でもその気持ちは受け取るね。頑張ってくるから。よく言ったな、ニーロ。なんだか大口を叩いちゃった気もするけど、早速準備。スパイルさん、私たち今役に立ちそうな論拠を集めてるの。スパイルさんは何かいいアイディアない？道理を解くのは簡単だが、奴らはあまりに理不尽だ。今までシアターの事務はしっかりと管理してきた。手続きや許可が欠けたことなんて過去に一度もない。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつもりでいた。だがまさかあの連中規則する。ああ、分かっている。だがシアターにいる限り彼女はここの人間だ。もしシアターの人たちが外からの圧力に怯えるようになったら、ここのマネージャーとしての意味がない。とにかく自信を持ち、規則に従ってことを進めればいい。彼らにシアターを取り壊す資格はない。少なくとも今はそうだ。その姿勢を貫き、彼らに譲歩させることができれば、勢いで相手を圧倒できるだろう。うん、覚えておくよ。こういったことは俺もよく目にしてきた。相手はあの強霊院だからな。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。最悪の事態に備えておく必要があるからな。そっちの話が一段落したら、常連さんたちに公演の中止を伝えてくれ。本当に公演を中止しなきゃいけないのか？今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はシアターの人間だけでなく、観客たちへの責任も持たなければならない。こうするしかないんだ。ニーロ、君は偉い。将来のことを一番心配する必要がないのは君だというのに、最初に立ち上がったのも君だった。ここを離れるなんて考えたことないから。スパイルさん、私は心の底からここが好きで、これからもここで踊り続けたいの。それにみんなとも一緒に踊りたい。ますます彼女に似てきたな。応援している。人事を尽くして天命を待つといい。彼女って私の先生で、踊りがとても上手な人なんだ。でももう引退しちゃったんだけどね。いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。友人やシアターのお客さんたちを呼んで、もし雲行きが怪しくなったら、みんなで騒ぎ立ててシャリフの声をかき消すつもりだ。え、それは良くない？まさか教令院に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくて、いつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん、もし教令院にシアターが取り壊されたら、ソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫、そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなってもまだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でももし突然何かがなくなったら、きっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ、悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃ最初は確かに辛いけど、いつか慣れる時が来る。それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子すごく喜んでたよ。ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったら、このシアターに来ることもなかったと思う。その時ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。
それって慰めてくれてるのか。半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は、私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。私の人生は夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブはそれでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だからたとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロ、あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。うん、ありがとう、リカードお姉ちゃん。どういたしまして。こちらこそ、その勇気にすごく励まされたよ。ニーローならきっと立派な冒険者になれるだろうね。それは褒めすぎだって。ありがとう、励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、しっかりしないと。ふう、だいぶ気持ちが軽くなったよ。ならいいんだ、討論の時子供たちを連れて応援しに行くよ。こいつとはあまり話したくないけど。もう俺に先入観を抱いているのか。アドバイスをしようと思ったんだがな。それは話してくれてもいいぞ。その前に、この間の質問について君たちは新たな答えを出しただろうか。それについて語り合うのも悪くないと思うんだが。さあ、芸術の意味とは何だと思う。またかよ。けど芸術の価値を証明するには、どちらにせよこの問題と向き合わないといけないよね。どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、私たちの公演でお客さんが喜んでくれたら私も嬉しくなるんだ。これもある種の意味って言えるんじゃないかな。ニーローのやつ真面目に答えてるな。こいつがいつも意味わかんないこと言ってるの知らないのかな。いやいや、ニーローの答えは君のよりずっといいぞ。それに俺の心の中にある答えにかなり近い。芸術の意味は創作者が与えるのではなく、鑑賞する者が与えるものだ。言い換えれば、人が鑑賞できる芸術だけが鑑賞する者の精神世界に痕跡と価値を残せる。教令院の連中には絶対に理解できないだろうがな。ああ、俺はかつて学者が知恵を求めるように芸術の極致を追い求めていた。しかし理解などできないという結論に俺は至った。それ以降、理解されるかどうかが異様に気になるようになったんだ。難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。だがそれを言い訳に自分を慰めることはできない。ずっと戸惑っていた。ここに来てニーローの踊りを見るまでな。そんなにすごかったのか。そこにいる全てのものが目を奪われた。舞台上の演者は観客から注がれる視線に胸を躍らせ、舞台下で見る者たちはその素晴らしい空気に酔いしれた。正直なところ、厳しく評価するなら演技はイマイチだった。いきなりそんなこと言わないでよ。しかしそれ以上に困惑したのが、そのいまいちな演技が全ての観客を魅了し、俺をも魅了させたことだ。俺は道を間違えていた。俺が求めていたのは決して極致なんかではなかったんだ。故に
芸術研究の最前線から離れこのシアターにやってきた。ここには俺の欲しいものがあるからな。芸術は砂上の楼閣ではなく啓発や娯楽でいい。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。そうでなければ芸術に意味などない。そっか、私とズバイルさんが教練員の命令通りに講演の内容を変えたくなかったのと理由が似てるかも。だってみんなが理解できないものを見せたらつまらないって思われそうで心配だったから。俺はかつて数多の脚光を浴びてきた。だが虚名を捨て今の自由を手に入れた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがニーロ、これだけは頭に入れておいてくれ。君はすでに最高の舞台を手に入れている。このような機会はどこにでもあるようなものではない。たとえ相手が教練員であろうと彼らに譲歩はするな。うん、アドバイスありがとう、ガッサニさん。学問に勤しむあの連中の頭を冷やしてやってくれ。あいつかなり気にかけてくれてるみたいだ。すっごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて実は温かい心を持った人だってことがわかるよ。それにテーブルや椅子を修理したりペンキを塗るのを手伝ったりしてくれるんだから。全然そんな風には見えないぞ。君たちか、シアターの公演が中止になるって本当なのか。こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。君だってそうだったろ。一体何があったんです？前にシアターに来た方は教練員の人だったのですか？うん、30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてね。急にそんなこと言うなんてどういうつもりなんだ。どうせまた嫌がらせだろ。なんでそんなことするんだよ。説明が必要か。まあそうだな、教練員の命令だし。でも心配しないで、教練員の人と公開討論を行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか？いやはや、さすがだ。ご安心ください、私はあなたを支持しますよ。 100% ね。ああ、俺もだけど、急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ？やっぱりここの公園に偏見を持ってるからか？うん、そうだと思う。あいつら何も分かってないくせによくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで普通の生活には目もくれない。まったくだ、あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。安心してください、ここにいるみんなはあなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああそうだ、あいつらには知恵に序列があって身分の高低があるかもしれないけど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。もしあいつらが俺と討論したら俺より芸術のことを知らないかもね。討論の時相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ。それっていいのかな。でも悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも君は君の、俺たちはみんな君の味方だから。うん、みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから私も安心できるよ。なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃあいつらに負けないぞ。
きたかも。シアターに戻って整理しよう。おう、エイブ、イナヤお姉ちゃんを見、ううん、まだ帰ってきてないよ。ただ伝言を頼んだだけで普通。あ、まさか旅人パイモン、私イナヤ最初から、なんだかそんな気がするのか。自分がシアターにいるせいで、シア、そっか、お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってね。それで彼女は家出したの。私たちは討論に勝てない。でも私たちのことを巻き込みたくない。それでそっと出て行ったのか。そうだね、イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。努力してみないと結果なんてわからないのに。とにかく彼女を探さないと。探すって言ってもスメールはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ。少し心当たりがあるの。まずはシティの外に行ってみよう。彼女はシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していてね、私が背負って連れて帰ったんだ。シアターを出て行って住む場所もないなら、きっとまた一人でキャンプをしてるかもしれない。おう、それじゃ早速行ってみようぜ。うん、行こう。でもこれがイナヤの残したものとは限らないんじゃないか。とにかくこの辺りを探してみよう。あ、今の聞いた、うん、私も聞こえた。ここに大型の獣なんて全然いなかったのに、こんな遠くまで追いかけてくるなんて。ごめんなさい、また迷惑かけちゃったね。どうして一人で出て行ったの？やっぱり討論で勝てないと思ったから。ううん、ただ面倒に思っただけ。私のせいで起きた問題だから、私さえ出て行けば解決するでしょう。いい結果を出すためにみんな頑張ってるんだ。犠牲になっていいやつなんて一人もいないぞ。私はどうなってもいいの。シアターが無事ならそれで大丈夫。みんな
私が今まで出会った人の中で一番親切でいい人たちなの。私のせいで不幸になる必要なんてないよ。ねえ、イナヤ。たとえ今回のことが本当にあなたのせいで起きたことだとしても、誰もあなたのことを責める人はいないよ。ズバイルさんは、あなたがシアターの人間である以上、私たちが守るべき存在だって言ってた。だから、どんなことがあろうとも、私たちは一緒に抗うつもり。犠牲は絶対に出るよ、ニーロ。私もシアターも、どっちも救う方法なんてない。討論で強霊院に勝てるはずがないもの。ましてや、相手が私のお父さんならなおさら。私のお父さんはとても厳格な人だから、あの人はずっと私が立派な学者になって自分の事業を継ぐことを望んでた。私も頑張ってその期待に応えようとしたの。そして私なりに最善を尽くしてきた。それでもあの人は満足しなかった。むしろお父さんは一度も私に満足したことなんてなかったと思う。私は天才じゃない。お父さんは私を叱るたびに、どうしてお前はそう平凡なんだって、そう問い詰めるような顔をしてた。そんなこと私だって聞きた。だからお前は家出したのか。時間が経てばお父さんも少しずつ現実を受け入れてくれると思ったの。けどあの人は私に不満をぶつけるだけだった。あるテストでね、私サインを取ったの。いい成績でしょ。努力が報われて、やっとお父さんに喜んでもらえると思った。学院で習った刺繍で贈り物を作って、お父さんにその日を覚えてもらおうとした。こんな娘でも、お父さんを喜ばせることがある。そっか。プレゼントを準備してた時。うん。ごめん。このことは隠してたの。あまりいい思い出じゃないから。当時、私はただお父さんの笑顔が見たいだけだった。毎日叱られて、私、少し疲れてたから。でもそれを手にしたお父さんは、私の成績を聞いた途端、いつにも増して怒り始めたの。私の作った刺繍なんか、床に叩きつけられてね。お前は3位に甘んじるつもりなのか。どうして1位を取れなかったことを反省しないんだ、って、言われた。あの時、私がどれほど泣いたかはもう覚えてない。でも、お母さんとお父さんが言い争ってたのは覚えてる。お母さんも、お父さんが厳しすぎると思ってたみたい。二人は長いこと言い争った後、お父さんが勢いよくドアを閉めて出て行った。謝罪も、慰めの言葉も一切なかった。それで私は完全に諦めたの。私たちは、お互いに理解し合えない運命にあるんだって。ひどい。お父さんに勝てないと思う理由は、あの人はシアターがどんな場所なのか、微塵も理解してないから。あの人には、シアターにいる演者と観客の間にあるつながりを理解できない。お父さんの人生には、仲間意識や友情なんて存在しないからね。すべてが自分の思い通りになって、世界が自分を中心に回ることだけを望んでいるの。私たちが大事に思っていることも、小さな居場所も、あの人にとっては無価値なんだよ。過去の出来事が、お前にかなりの影響を与えたんだな。わかったよ、イナヤ。でも、私たちが討論の準備してる時にね、とても深い話を聞くことができたんだ。イナヤの参考になるかどうかはわからないけど。ズバイルさんはきちんと管理をしているから、シアター芸術の鑑賞に寄せ。ううん、芸術とは
人に干渉されてこそ価値がある。大事なのは何を知ってるかな。リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。不運に見舞われたけど、彼女はそれで新しい生活を迎えることができて幸せになれたと思ってる。大事なのは何を経験したかじゃなくて、その経験をどう理解したかだって言ってた。理解？家族のことで辛い思いをしてきたのはよく分かったよ。その生活から抜け出したことで、あなたはシアターの一員になった。過去の出来事があったからこそ、あなたはみんなとのつながりをとても大事にし、ここに溶け込むきっかけを手に入れた。だからね、過去の痛みでやっと見つけた新たな生活を、そう簡単に諦めないでほしいの。それは。過去の出来事は、もう過ぎたことだろ。当時私が家を出たのは、うん。これだと、また元に戻るだけになっちゃうね。あなたはお父さんを失望させるかもしれない。でも、それは大したことじゃないと思うの。あなたには、新しい未来があるでしょ？やっと見つけた答えを、このまま手放したらもったいないよ。そうだぞ。力を合わせれば、なんとかなるはずだ。そうだね。君たちの言う通り、大したことじゃないように思えてきた。お父さんの期待に応える必要はないし、そのことで今を諦める必要もない。もうこれ以上、何かを失うことがないように、私は勝たないと。討論をすれば、シアターを守れるだけでなく、お父さんとの決着もつけることができる。その息だぜ。行こう。討論のこと、お父さんに伝えるよ。私はあの人のことをよく知ってる。たとえ私たちのことを無視しようとも、私なら受けさせることができる。うん、行こう。瞬く間に。朝ごはんは私が準備したんだ。食べてみてくれ。口に合う。こんなにうまいもんを食べられるのもお前のおかげだな。うん、マリン病が完治した後はすっごく元気なんだ。毎日ご飯を 4,5 食作ったって問題ない。お前の腕ならやれると思うぜ。そうだ、昨日の夜、お前が寝た後、ある人からお前宛ての手紙が届いたんだ。オイラはお前が起きてから一緒に見ようと思って、まだ開けてないぞ。開けるなら、今がちょうどいいタイミングだぜ。お、ニーローからだ。グランドバザールで宴を開催するの。ついでに、セナの大マハマトラ復職のお祝いもするんだ。英雄であるあなたたちにも出席してほしいから待ってるね。最後に宴の日付もか、うん、私もお前たちが英雄になったことを聞いたよ。そう謙遜するなよ。お前の実力は私たちがよく分かってるからさ。じゃあグランドバザールに行ってみようぜ。うん、行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。ただ手を何個取れば将来の家を変える。
最近は何もかもが良くなってきて、何か手伝えることがあったらいつ遠慮するな。当然のことだ。行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れず。行くわよ。ティナリー。おはよう。具合はどう？だいぶ良くなったぞ。お前は？問題ないよ。気を使ってくれてありがとう。でもその様子からして、もう仕事をし始めてるのか？うん。でもそんなに忙しくはない。マリン病の患者がみんな完治して、ハイパシアも回復したんだ。今の僕はレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界中が良くなるとみんな良くなるんだな。うん。でも後遺症も少しある。例えば刺激。新しく増えはしないけど、今あるのがいきなり消えることも。そうだ。それといい知らせがあるぞ。セノが復職するらしいんだ。もう新鮮な知らせとは言えないね。すでに彼から聞いたよ。うえ、ここに来たのにオイラたちに会って行かなかったのかよ。一度ここへ来たけど、君たちの療養を邪魔したくないからと僕に挨拶だけして帰ったんだ。じゃああいつらが祝賀会をすることはお前も知ってるよな。祝賀会？聞いてないけど。あれ、ニーローの手紙にはセノの祝賀会をやるって書いてあったよな。セノから言われてないのか？おそらく、多分彼自身もこのことを知らないんだろう。ああ、そう言われると確かに、セノって祝賀会に参加するようなやつじゃないな。ティナリとコレイもセノの友達だし、オイラたちと一緒に祝賀会に行こうぜ。コレイはここ数日、僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだ。あの様子だと、参加する時間はないかもしれない。かくいう僕もなおさらだ。近頃森にオエラ型が何人か来ていてね。オエラ型？正確に言うと元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと彼らに監禁されていた人も解放されたんだ。うん。体は弱ってるけど、怪我もないし、虐待も受けていない。クラクサナリデビ様は、本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は、自分たちの考えの浅はかさを恥じ、残りの生涯をアビディアの森で知恵を悟るために過ごすことにしたそうだよ。クラクサナリデビ様が、残兵を倒し、世界中を救ったことを聞いて、彼らは衝撃を受けたと同時に、歓喜に溢れたらしい。知恵を探求する道に、光が差し込んだように感じたんじゃないかな。これらのことにより、レンジャーの仕事もますます増えてね。仕事って、本当に大変なんだな。しょうがないことだよ。少し話が逸れたね。本題に戻ろう。君たちは今出かけようとしているのかな？ああ、そうなんだ。外出許可をもらいに来たんだけど、いいよな。もうだいぶ回復したし、行ってもいいよ。でも、安全には気をつけてね。